人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです私は今沖縄の常夜堂に来ています沖縄のま会社の役員をやっておりまして今日株主総会が行われます毎年株主総会にはま必ず沖縄に来ているんですけども考えてみたらですね私沖縄に来るのはま一年ぶりですね 例年は何度か沖縄に来ていますけれども、この一年間、山ごもりを毎月したり、あるいはこの本の執筆をしたりということで、なかなか沖縄に足を運ぶことができませんでした。今日はアメリカの連邦議会下院のマッカーシー議長の話です。マッカーシー議長はニューヨーク証券取引所で講演を行い、 数週間以内に政府・債務の法定上限を引き上げる法案を下院で採択すると明らかにしましたこの法案は野党・共和党の一方的な主張を盛り込んでいるため民主党が過半数を握っている上院を通過して成立する見込みというのは少ないですね マッカーシ議長は、負債は私たちが真剣に責任ある行動を取らない限り爆発する自燃爆弾だと指摘しました、えー。無条件でこの引き上げを主張している民主党に対して、共和党は上限引き上げに応じる条件として歳出カットを求めています。 マッカーシーは政府支出の伸びを今後10年間1%に制限するルールなどを独自の法案に盛り込むと明らかにしました。今のバイデン政権、好き勝手にお金をどんどん使っていてですねなかなか政府の予算がなくなっている事態になっています。 ホワイトハウスはマッカーシーの公園に先立って、責任ある解決策は一つで、瀬戸際外交や人質を取ることなく、速やかに対処することだと声明を発表しました。これに対して、マッカーシーはバイデンを含めた民主党も、かつて債務上限の引き上げをめぐって交渉を、 繰り広げてきたと主張しました超党派の合意しか解決への道はないと訴えましたアメリカ議会は連邦政府に財政規律を働かせるため債務の上限を定めています債務残高はすでに1月に現行の上限である 三十一点四兆円、四兆ドルですね。ごめんなさい。日本円で約四千二百兆円に達してしまい、アメリカの財務省が臨時措置を講じて上限を突破しない水準に保っています。七月から九月には限界に達すると見られており、アメリカ国債が史上初めての デフォルト債務不履行に陥るとの懸念が高まっていますバイデン政権もある程度野党である共和党と妥協していかない限りアメリカの政府の動き止まってしまうという恐れがありますアメリカは深刻な分断にこう来ていてですね 全く民主党と共和党違う方向を向いているという状況です以上テキサスのルークでしたチャンネル登録よろしくお願いします